楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対福岡ソフトバンクホークス、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発はエースの則本、対するホークスの先発は右の石川、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右の則本登板です。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターは牧原。投げた、打ちました、いい当たり、打球はセカンドの左、アウト。これでワンアウト、ツーアウトランナー一塁という場面で柳田。第3球、146キロ直球、空振り三振。則本3球で仕留めてみせました。イーグルス、まずは無得点に抑えました。ワンアウトランナーなしという場面で聖澤。第1球、投げた、ストライク、まずは見送りました。第2球、内角際どい球、ボール。第3球はバッターの足元。第4球を投げた、ストライク。次は5球目、外角高めいっぱい、見逃し三振。0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で今宮、最初のバッグ打ちました、ショートの右、一塁送球、あっと送球それた、記録はショートのエラー、ショートのエラーです。第2球、投げた、打ちました、抜いていった、ライトバックホーム、ホームイン、ホークス1点先制、二塁タッチセーフ。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。イーグルス追う展開で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で聖澤、一塁ランナー走った、サードボールを掴んだ、アウト。さあ得点圏、イーグルス負け越しのピンチを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で牧原、初球から打ってった、一二塁間への当たり、則本取ってアウト。イーグルスなおもピンチが続きます。第4球を投げました、打った、あっと抜けた、リードを奪われました、2対1。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。イーグルス、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウト満塁という場面で聖澤、第1球投げました、ナックルカーブ見送ってボール。第2球投げました、打ちました、セカンド左、抜けるか、抜けた、センターバックホーム、イーグルス点差を2点に縮めました。聖澤タイムリーヒット、初安打。リプレイをご覧ください。イーグルスリードで迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で聖澤、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げました、打ちました、抜けた、聖澤いいバッティングを見せました。左バッターボックスには島内、今日4度目のバッターボックス。初球ストライクからランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン、ファール。追い込んで投げました、打ったいい当たりだ、ライナー破った、ライト前クリーンヒット、島内ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第1球、これは引っ掛けた、スタンドに入りました、ファール。第2球、打った、破った、ライトバックホーム、今井いいバッティング。イーグルス、さあチャンスをものにできるか。ホークス内野陣はゲッツー体勢、投げた、ボール、投げた、ボール。第3球はスライダー見送ってストライク。投球これから4球目、あっとバットの先だ、ヒット、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、イーグルス1点入りました。聖澤タイムリーツーベースヒット、イーグルス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で聖澤、今日は3安打猛打賞。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、打った、
登板、右の二保、今日4番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げた、決まった、ストライク。1球目空振りからランナー走った、外れた、二塁送球は二塁セーフ、ランナーが一つ先。ホークス、何としても得点を挙げたい9回です。バッター今宮、イーグルス、ここは何としても抑えたい場面。投げた、打ちました、破っていった、今宮ナイスバッティングです。右バッターボックスは3番グラシア、今日は3安打、流し打ち、どうだ、抜いていった、今宮二塁回って三塁へ、グラシアルツーベース。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。イーグルス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に打った、今ボールを掴んだ、アウト、ゲームセット、イーグルス大差で勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧